近くの日だけ俺が食いたかったのに。これ朝からまた田んぼ状態です。これございます。今ね、朝さっきね、ちょっと撮影で回ってました。今ね、日がちょっと差してきました。嬉しいというか、今日日中は晴れるのかな。山の天気って本当変わりやすいですね。めっちゃコロコロ変わる、そして水の方へ行ってきます。そしてね、今回買ったのがこいつになります。こいつがあるってないと大違い。今からね、この大葉味噌を使って料理していきたいと思いますね。なんだかね、これ飛騨高山の郷土料理らしいんですよね。楽しみですね。焼いてきますよ。おお、綺麗に炊けてますね。めっちゃいい感じやん、これ。
めっちゃいい香りやわこれ。あったあった。大葉の上で焼くってどういう感じの意味があるんだこれ。大葉の香りっていうのがあるんですかね。えのきも絡めていこう。ちょっとここにこのお肉を乗せていこう。めちゃくちゃうまそうっすよこれ。肉もうまそう。お肉うまそうこれ。やばい、こいつで包んで早く食べたい。よし、これこのえのきとネギこいつでいきましょう。こいつやば、完璧でしょこれ。ご飯にのせて、そしてもうこれもう自分の箸でいいね。これは食べちゃいますよ。めっちゃうまそう。うまっ、うまっ、うまっ、うまい。このね、大葉味噌です。大葉味噌がね、ちょっと焦げてね、めっちゃうまいです。しかもこれクルミですからね。めっちゃうまいです。これ合うわ。これ見てください。これ椎茸ですよ。これ椎茸の上に乗せちゃいました。これ絶対うまいやつでした。これうまっ。最高。米食える。見てください。またね、これタープの下、これ朝からまた田んぼ状態です。これせっかく今ご飯食べてたのに最悪。これは見てください。これこの下はもうビッタビタ。おナスの方も食べていきますよ。やっぱね、ナスと言ったら味噌合いますよね。すごいですよこれ。田んぼの中ですよ。田んぼの中で食べてます。まほん。ちょっとね、ゆうさんたちにもね、飛騨牛味わわせたいと思います。ちょっとトゲがあるのが痛いな、これ。ご飯食うか。リズよ、リズさんご飯食べるか。よし。行ってます。飛騨牛やぞそれ。飛騨牛やのにそんなもう飲んじゃうのか。
よく噛まないのかい。うわ、せっかくの日だけ俺が食いたかったのに。あれ、どうした、カリカリだぞ。あ、いつものカリカリはなんか仕方なく食べてるって感じだな、なんか。さて、小豆はカリカリから食べるでしょうか、それとも飛騨牛から食べるでしょうか。さあ、どっちだ。よし、選んで、お、珍しい肉からいってる。どういうことは好き両方こう、カリカリ出した飛騨牛と思いきやカリカリだ。やっぱりカリカリ感あったわ。カリカリなのかい。ピザ高山のね、これコイアンサーっていう牛です。品名コイアンサー、美味しそうですよね、これね。ゲロ温泉っていうか、ピザ高山ゲロ温泉って書いてます。うまい。これ常温にちょうどなってるからちょうど美味しいですわ。確かにこれ濃い味しますよ。ああ。でくつろぎたいけどね、もう撤収しなきゃダメな時間で。早いのなんて、11時までが早いのよ。朝は片付けてきますね。どれ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 、よっぽどうまいやなこれ。ゆずもよっしゃ、美味しかったか。よかったな。とりあえず撤収の方終わりましたね。撤収してる時はね、ちょっとね、雨止んでくれてよかったです。めちゃくちゃ降ったからな、本当に。まあ雨でもね、楽しめたのは楽しめたんですけど、次のキャンプこそちょっとね、晴れ間を見たいですね。晴れてカラッとした時のね、キャンプを味わいたいです。じゃあ帰ってきますね。帰ります。あー楽しかった。こんなところにカマジーがいた。すげえこれ、マジで。